はい、えー、そしたら、えー、講演の方を始めていきたいと思います。えー、不動産鑑定士の大島大雄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えっと、今日はですね、あのまあ実務収集の話を二、えー、時間ぐらい、えー、予定させてもらっています。あの、まあ弊社の方では、えー、実務収集、まあ今今年が十七回の実務収集をやっていて、ちょうど今年の十二月からがえっ、ー、と十八回。 の実務収集になるんですけれどもえまあちょうど1回目の実務収集のまあ途中ぐらいからスタートはしたんですけれどもえと指導をですね始めさせていただいてえまあ当時はね大阪で本社の方で始めたんですけれどもえ今はえまあ大阪とか名古屋とかあと東京の方で受け入れを広くさせていただいていてまああの長くやってますのでいっぱい失敗もしてきてます。そういういい中でえいろんなノウハウハもね ありますので、まあ、攻略的なところもね。あの話の中に盛り込んでいきたいなと思っています。えっ、ー、と2時間の中で、まず最初にはあの実務収集全体のお話ですね。おそらく、まあ試験合格後に実務収集をしてっていうのは、えー、当然知ってるとは思うんです。けれども、具体的にどういうことをしないといけないのか？ まあどれぐらい時間拘束されるのかとかですね、えーどうまあ、具体的な内容をですね少しお話をまずさせていただいて終、えーまあ、了講座も最近ですね特に顕著に現れているのが「口述」と「記述」の試験、まあ、記述と「口述」の試験があるんですけどその、まあ、不合格者の不合格理由なんかも分かるんですが 記述ですね記述こっちの書く方の試験がですね結構あのそこで引っかかっている人が多い傾向で問題も非常に難しくなってきているのでどんどん試験化してきているっていう感じですねまあ,あの最後の方になると思いますけれどもその辺のお話 をしたいと思います。で冒頭言いましたように、えー、実務収集いろ,いろね。あのまあ、攻略的なところもありますので、合間合間であのポイントをですね。その辺もお伝えできればというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしたらあのレジュメご準備させていただきましたので、えー、レジュメレジュメに従ってですね。お話ししていきたいと思います。 そしてまず目次的なところを冒頭に入れさせていただいていますあの最あ実務収集の概要、ですね位置づけそういったお話を簡単にさせていただいた後と2番目に実務収集の内容ということで具体的にどういうことをするのかここを先に書いていますが講義と基本演習とそれから実地演習とこの3本ですね3つをやって で4つ目に、かっこよんでありますが終了講座という最後の試験をでですすねこれも試験ですを受けて合格して鑑定士とこういう流れになりますので具体的な内容を一つ一つ順番に、ね、あの説明させていただきたいと思います。であと3番で終了講座の受験者数合格者数合格率この辺りの話とかあと指導鑑定士実地演習の指導機関指導鑑定士どういう申し込みをするのかと。 という感じで話を進めさせていただきます。まあ最後うちのあの紹介入れてますけど時間があればえ少し紹介させていただくという感じでお願いします。はい、えー、それではですね一ページ開けてください。はいまあ、ちょっとあのー。 形式的なお話であまり面白くないかもしれないけど一応確認しておきますまずこの実務収集の概要ということでこの実務収集どこで位置づけ定義づけされているかっていうところですけど不動産の鑑定評価に関する法律行政法規ですね少しちょっともう忘れてる人も多いかもしれませんけれども行政法規で鑑定評価に関する法律勉強したと思いますその中にこう書いてますね14条の2っていうところに書いてますけれども 実務収集は不動産鑑定士試験に合格した者に対して不動産鑑定士となるのに必要な技能及び口頭の専門的応用能力を習得させるため48条の規定による届け出をした社団または財団その他国交大臣の登録を受けたものこれをね実務収集機関と呼んでいます。 えー、今日説明すするのが実務収集で,すでこの実務収集はどこが行っているのかっていうとここに矢印で書いてますが公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会いわゆるねあの業界団体協会協会といったりとか連合会っていうふうに読んだりしてますけれどもここだけが、えー、と日本の中では唯一実務収集機関として登録を受けていますから。 えー、もう選択の余地はないです、えー。教会ですね。教会の方に申し込みをして、実務収集を受けるという風な流れになってくるわけなんですね。はい、えっと、もうちょっとしただけいきますね。実務収集の目的ということで。同じです。実務収集は試験に合格したものに対して。鑑定士となるのに必要な技能及び高等な。専門的応用能力を習得させるために行われると。 まあちょっと同じ内容ですけれども、同じような、えーまあ、技能を身につけてください。で、えー、と下の方ちょっと見てもらいます一番下に図を入れてますけれども、ちょっと言葉のねあの使い,使い分けですね、えー、だけ理解、まずしておいてください。このよく混乱するんですけど、実務収集って今ずっと言ってますけど、もう一つね、あの実地演習っていう言葉があります。実地演習 で一番下の図を見ていただくとさっき目次でも同じようにありましたが講義とそれから基本演習と実地演習を受けてで全てパスした場合に最後終了講座を受けられるとこういう流れです。でこの4つ全体がね実務収集ということになりますね。この全体をどこがするのかっていうと教会がしているっていうことです。教会がしていると でその中の3つ目に、ね、実地演習というのがありますからこれも聞いたことあると思いますが、えー、と13件の、ね、鑑定評価書を書くというふうな課題を、ね、作業をしないといけないんですね。でこれは実地演習実施機関また後でやりますけれども、えー、我々不動産鑑定業者で登録をしているところに来ていただいて13件の評価書を書く指導をするというのが実地演習になります。 だからまず、まあ、詳しくまたお話していきますけれども違いを、ね、あの位置づけの違いをまず、ね、知っておいてください,、はい。それとちょっと戻ります、真ん中ぐらいですねアドレス書いているところですけれども、えー、実務収集の受講については公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会協会のホームページで見ることができます。 でえーっとね、受講申請案内書というのが、ね、ちょうど数日前にアップされています、えっと、私もコピーしてきましたけれどもこの令和5年第18回実務収集受講申請案内書というのがありますで、えー、基本的に今日お話しする内容のほとんどはこの中の内容ですただちょっといろいろ見直しとかいろいろややこしい書き方している部分もあるのでそれをちょっと噛み砕いて今日はねあは説明するような感じになると思いますただこちらは必ずね 一度ね皆さんも目を通してください。ホームページで見れますんで。はい。そしたら、えー、少し形式的なところがありますが、えー、重要なところもあります。次ですね。申し込みの期間ですね。えっ、ー、と試験の合格発表が10月の20日ですかね。20日ですよね。20日です。で、えー、この申し込みの期間ですが令和5年の9月21日 からだから、えー、と申し込みの期間はもう始ままっています過去に合格した人とかっていうのはもう申し込みができるっていうことですね。えー、から始まって、えー、令和5年の11月の10日です。11月10日これがねあの期間がね短いんですよ。だから10月の20日に発表があって11月の10日に締め切りって結構短いんですね。 だからあの例年いらっしゃるんですけど合格発表終わって合格すると思ってなかったみたいなそんな感じで,で慌ててどうしようどうしようっていう方もいらっしゃるんですけどあの早め早めに、ね、もう合格するという前提で準備をしておくのがいいと思います。えっと、先ほど言いましたようにこの申し込みは教会への申し込みというふうになります。でちょっと次重要なことを言いますね下の5行です。 えっと原則この申し込みの期間内に実地演習実施期間ねこの3つ目の実地演習をどこで受けるのかっていうのをが実地演習実施期間です。それと指導鑑定士その期間に所属している誰の指導を受けるのかっていう指導鑑定士ですね。これを決めた上で この11月10月日ままでにただしこれがあります期間が本当に短いのでこの期間内に実地演習実施期間と指導鑑定士が決まっていない場合だから実務収集受けるつもりがあるんだけれども指導期間がまだ決まらないという場合もあったりすると思うんですね。 でその場合は令和5年11月15日これは必着ですけれども実地演習実施期間届出書を協会へ提出すれば受け付けてもらえるとですでちょっと資料1ってありますんで後ろの方に添付してますから資料1を見てくださいうん後ろの方ですね ありますかねはい。あの実地演習実施期間届けでしょうこれを、えー、実務収集の申し込みに書類いろいろ付けるんですけれどもこれをもう1枚入れとく必要があるんですね、えー、ここの期間で実地演習を受けますよとで実地演習期間の印鑑をもらってで指導鑑定士誰ですよ誰誰です指導鑑定士の印鑑ももらってで、えー、これを一緒に申し込み入れて申し込みをしないといけない ただ、えっと、これが間に合わない場合です、ね、これが間に合合わない場合には、えー、とりあえず申し込みは先にしておいてくださいと、ね、でこの書面だけこの届出書だけは少し11月の10日を過ぎますけれども15日までは待ってもらえるというふうになります,ですか、ねうん、じゃあ2ページ戻りましょう、まあ、あのネットで、ね、ダウンロードできると思います。 で例年いるのがあ例年じゃない時々いるのがやっぱり、ね、11月の10日までに手続きをしていなかった場合でこれはもう待ってもらえないですだから、まあ、この短い期間の申し込みっていうことすら知らなくてで本当に23年に1回ぐらい11月の10日を過ぎてから電話かかってきて。 何とかならないですかって聞かれるんだけどそれはも,もう残念ながらもうせっかく合格してるのに1年ずらさざるを得ないという状況になって非常にもったいないですからもしなかなか指導期間が決まらないっていう場合でも受けたいんだっていう場合は先にねあの申し込みだけねしておいた方がいいかと思いますので、えー、十分ねこれご注意いただくのがいいと思います。 でもう一点、あのー、申し込期間のところに括弧してみ、えー、なし履修を申請しない場合ってありますね。で基本的にあしますで鑑定業者にお勤めで鑑定物件の調査をしたりとか鑑定評価書の作成に携わっているっていう人はみ、えー、なし履修という申請の仕方があって一部免除13類型全部やんなくていいですよみたいな。 そういう免除の規定もありますからもし自分がそれに該当するかもしれないという人はあの今日は説明しませんけれどもこの案内書に、ね、いろいろ詳しく書いてますのでこちらで必ず確認して、えー、免除を受ける場合であれば免除を受けて申請をするということをしてください、はい、じゃあ、えー、と次のページいきましょう3ページ目ちょっと形式的な内容で面白くないですけど。 実務収集の期間ですね、期間です。1年コースと2年コースの2種類があります。昔は3年コースあったんですけど、誰も申し込みがほとんどなかったみたいでなくなりました。で、今は1年コースと2年コースの2つです。で、全過程を習得したものに対して、その後3ヶ月以内に行われる修了講座を受けることができると。 で期間なんですけど、一年コースの場合は、えー、と令和五年の十二月一日スタートです。えー、そこから始まって令和六年の十一月三十日までの一年間ということになりますね。で、二年コースの場合は令和五年十二月一日から令和七年七年の十一月三十日、まあ一年ちょっと長い期間は長いですよっていうふうになります。 でまあ、ご自身のお仕事とかですねいろんな状況があると思いますのでそれでどっちがいいかっていうのを選ぶというふうになると思いますで一応先に言いますけど弊社の方に収集生来ていますけれどもあのここ数年最初からうちに申し込みいただいている方は全て1年コースで行ってますで、えー、とどうしても2年コースっていう場合は検討もするんですけれども基本的には1年コースで申し込みをしていただくようにしてます で理由は、ね、ちょっと後でお話し,します。修了交差対策的なところもありますので1年コースを基本的には選択をしていただいているという実情があります。はいえー、とそれからこういう制度があるこれはあのもう頭の片隅に置いておいてください、えー、と実務収集期間の延長とで実務収集期間内の再受講・再履修と。 えっとまずの1年コース2年コースで選択をしてますけれどもその期間内ですべての家庭を習得できなかった場合まあちょっと体調で入院悪くて入院しないといけないとかえとまあ出産があるんだとか育児があるんだとかえまあいろんな理由があったりすると思いますので,でそういう場合は収集生があらかじめ実務収集期間内に期間の延長申請を行うことで ここのの期期間間延延長長すすることができますで、えー、と延長した期間内において再利収っていうのはあの13類型を提出して、ね、審査を受けるんですけどあの認定もらったらいいんですけど非認定になるともう一回その案件をもう一回期間内に出し直しをするんですねでその審査をする必要が審査をしてもらう必要があるので協会にその場合別途ね料金がかかるというものです再利収っていうのは。 でまあ、ここではそんなに気にしなくていいんですけれども延長することができるっていうこういう制度があることをまず知っておいてください。ね、こういう延長ね期間を延ばせますよとただ期間の延長は、まあ年1年ずつずっと延ばしたら永久に伸びていきますんであの1回しかできないっていうルールがあります。ままず延長の話ででですすねで再ーははこっちで書いてます <coughs>、えー、1年コースでは 当初申請の実務収集期間内に家庭の一部について実地演習家庭の一部について2年コースでは実地演習家庭の全部について再利収をすることができる措置が図られています再利収を行う場合には別途料金が必要になるとこれ先ほど言いましたのです1年コースと2年コースでは出し直しができるものに若干の違いがありますが これまた後でね、説明したいと思います。ええ、各コースともに期間内に、講義、それから基本演習っていうのもあります。これを習得できなかった場合は、丸の位置の通り、期間を延長して再受講する必要があります。これね、あの。講義、それから基本演習、で、十三類型の、実地演習、すべて。 審査等々があってパスしていかないといけないんですねで今ここで最後何言ってるのかっていうと,、えー、と講義と基本演習はこれも不合格になると認定もらえないとそれはもう翌年しかやってもらえませんので自動的に延長になりますから伸びますんで延長申請をしてもう一回受けてくださいっていうことを意味しています。まままた後でで出てきますす説明しますね はい、それから料金ですねこういう料金になってます、えー、と右左で書いてますねまずまず左が協会で右が実地演習実施機関13類型やるところです実地演習実施機関ですねで課題は講義と基本演習と実地演習で物件調査一般とありますね でそのに修了講座っていう流れになるわけですけどまず講義はこれは教会がやりますので教会にお金を支払うと講義代金ということです。で基本演習っていうのもありますがこれも教会がしますので教会へお支払いすると。で逆に実地演習は13類型の評価書を書くことをね指導してもらうわけですね。これは実実演習実施期間 うちのようなところが指導をして、えー、評価書を書けるようにしていくわけなんですけれども、まあ、そちらの方に料金がもちろん入ってくるんですが、えー、教会の方に金額が入ってますね2500円と89700円でこれは何かというと指導機関の方で指導をして評価書を書きますこれを教会へ提出します教会はそれを審査しますね ここの審査料とということになります、まあ、中をねずっとチェックして見てくれるでその審査料がかかるので協会の方にもこの13類型の実地演習に関して費用が発生するということになります。でこれらが実務収集の3つの合計です。で加えて修了講座を受ける場合には協会が実施しますので修了講座の申請をしてで受けると。 まあこれぐらいの料金がね全体でどうしてもかかってくるというふうになります <laughs>。で1点あの実地演習実施期間のところ米印言ってますけれどもえっと表示料金は上限額となりますっていうふうに書いてます。でこの範囲内で機関が金額を設定して指導してくださいっていうふうになってるんですね。で場合によっては鑑定業者に勤める場合ですね そういう場合はその勤め先の機関の先生が指導鑑定士となって指導する場合はその場合は料金を別途自分の職員から取るっていうことは基本的にはあんまりすることはないというふうに聞いてますのでその場合はある意味ゼロ円と右側がね全部ゼロ円というふうにはなってくると思います。で完全にうちであるとかあと大学さんとかの場合には料金をいただいてでそこはもう指導すると。 まあ職員ではなくですね、そういう体制を取っていますので、こういう料金が発生するというふうに考えてもらっていいと思います。はい。じゃあもう一枚めくってください。もうちょびっとだけ前置き長いですけど、スケジュールですね。 えとまず講義ですこれはね e ラーニングで視聴ができます1年コースは12月1日からスタートしてすぐ始めますねすぐ視聴できますで翌年の3月31日までに視聴を終えてくださいというふうになります2年コースの場合は同じく12月1日からスタートはしますがえっと令和6年の10月31日まで の期間に視聴を終えていただければ結構ですよと、まあ少し長くね設定はしてあります。それから基本演習ですね。一年コースの場合は四段階まであります。で例年で大体同じ頃に設定されますのであらかじめスケジュールを確保していただくのがいいと思いますが例は六年四月中の二日間。 12月から始まりますけれど来年の4月ですねそれから第2段階が5月の3日間、えー、第3段階が8月の2日間第4段階が9月の3日間と、まあ、2323と、えー木,えー、金土木・金土木金土木金土木金土という感じで1日土曜日は絡めてもらえるというふうなスケジュールを毎年取ってます。 でちょっとここややこしいんだけど2年,ごめんなさい2年コースの場合は、えー、第あごめんなさいこれ18回だから失礼これ19回ですごめんなさい2年コースの場合は第19回実務収集の1年コースと一緒に基本演習を受講することになります、えー、と1年コースは18回実務収集で、えー、こと来年こうやって、えー、令和6年に受けますけど えー、2年コースの人は最初の年に受け入れなくて翌年ですだから翌年の19回実務修集生の1年コースと一緒に受けるっていうふうになりますので、えー、19回あとでまた資料の方で説明もさせてもらいますね。 でえー、実地演習ですこれが一番ね重たいですね13類型の評価書を書いていくと、えー、1年コースの場合は物件調査実地演習っていうのがまずあるんですがそれが12月1日から12月末だからすぐね12月からスタートして12月末にもう一つ目の課題提出があります早いですこれはねで、えー、13類型は丸の二番です 令和5年12月1日から令和6年の10月末までに提出をするとえっと2年コースの場合は少し期間が伸びますが物件調査は同じです12月の1日にスタートで12月末までに終えなさいというふうになっていますねで一般実地演習は12月1日から令和6年じゃなくて令和7年7年の10月の末と まあ一年ちょっと長いですよというふうになります。まあこれスケジュール感です。修、えー、了講座はさらにその翌年の1月頃に実施されて合格発表は3月になります。3月になりますね。はい、あともう一点だけあの受講に必要となる環境なんですけれども実務収集ではインターネット通信を利用して講義の視聴したりとか。 あと報告書の提出13類型ですねこれもね全部ネットで提出するようになっています PDF で出しますなのでそのネットの環境とあとパソコンですよねこれがどうしても必要になりますのでもしない場合は実務収集をスタートするまでに必要になってきますので準備をする必要があると思いますで基本的には Excel とか Word を使って指導するところが多いですうちはもう基本的には全部 Excel で やりますので、あの Windows ですね、A、が一番あのいいと思います。あの Mac はあまりあのおすすめはこの実務収集に関しては、えー、しませんので、Windows 準備していただくのがいいかなとは思います。はい、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、まあ概要的な部分はこんな感じになりますね。 はい、じゃあ一番こう関心があるというか気になるところと思いますけれどもその実務収集のね、えー、具体的にどういうことをするのかっていうその内容の説明をさせていただきたいと思います、はい、そしたら5ページ見てください はい、まず一番最初にすることが、えー、実務収集のです、ねえー、実務に関する講義というのがあります。で、えー、と講義を受ける必要があります e ラーニングでおきますけれども、まあ、読みましょう、えー、不動産の鑑定評価の実務に関する講義は不動産の鑑定評価に関する実務について、えー、その各段階における基礎となる知識を習得する過程ですと。 で授業はインターネット通信による講義、e ラーニングですね。で行われて、科目は全部で十六科目あります。期、え、間、ー、は先ほど言いました、えー。まあ見ておいてください。でちょっと見ましょう。中下の表の中見てください。十六の科目に一応分けてます。例えば、えー、基礎的知識としては一番最初はまあ資格の 講義って大体こんなんから始まりますすけど不動産鑑定士のの倫理それから責任の範囲です、ねまあ最近ねあの鑑定士もいろいろと社会問題に鑑定評価がなっていること結構関西の方でも今もありますけれどもありますんでこういう倫理観っていうのはしっかりとねまず身につけてその上で評価をしてくださいということで一番重要ですね。 それから2番目、えー、結構忘れちゃってるかもしれないけど行政法規ですね、えーまあ、建築基準法とか都市計画法、これは日常評価する上では非常にもう毎日関わる法令になってきますので、まあ、これを改めて勉強していただくとあとは、これは僕はよく分かりませんが統計、回帰分析とかですね、えー、こういうのもあります。それから4番目、これ聞いたことありますか価格と調査ガイイドライン あんまりないです不動産鑑定士になって実務に就いた時にずっと勉強しているのは皆さんは鑑定評価基準とそれから留意事項を勉強していると思いますねもうホほど勉強していると思いますで実務に就いた時はもちろん基準に従って留意事項に従って鑑定評価をしていく必要がありますがルールって実はそれだけではないです。あの国交省かかからら出出さされれてていいるるもものののでああったりとかあとは鑑定協会方 ガイドラインであったりとかあるいは実務指針とか業務指針とかね、こういうものがありますあと細かいの言うと研究成果物とかもあるんですけれどもこういうものにも従って鑑定評価っていうのはやらないといけないです、うんえー、まあ,あの鑑定士協会のホームページ見ていただいたらざーっといっぱい出てきますんでおってなるかもしれないですけど本当に基準とか留意事項だけではないです本当に細かいのがいろいろあります 例えば証券化対象不動産の評価をする場合にはちょっと正式名を忘れましたけど証券化対象不動産のなんちゃらかんちゃらにかかる実務指針っていうのがありますのでそれに従わないといけない担保不動産であれば担保不動産の実務指針う々ぬとかそういうのがあったりしますので、えー、こういう、まあ、その代表のものがこの価格と調査ガイイドラインになってきます鑑定評価書以外に例えば 意見書とか、ね、調査報告書って自由に出していいんですかと鑑定、うんあのー、評価報酬30万円なかなか払えないお客さんがいてもう簡単なやつでいいんですとじゃあ意見書で出しましょう5万でいいですよボン,ボンボンボンそんな発行してていいんですかっていう問題なんですね。うん、やっぱりそういうのを発行してもいいんだけど発行するには一定のルールがあってこういうことを記載しなさいとかいろんなルールがあります。 でそういうのがここで勉強しますのでぜひねじっくりね聞いて視聴してもらうのがいいと思いますあと、えー、5番目は登記ですね6番目は税金それから7番目は建築形態規制と建築計画まあ建築基準法は主にこっちになるかな建物想定の話になると思いますあのー、特にやっぱり更地っていうのは基本中の基本になりますけど土地団余法、ね、建物想定をどうするのか、うん、それから開発法 分割する場合は道路どういうふうに通すのかとか公園を作るのかとか分譲マンションであればどれぐらいのボリュームの分譲マンションができるかで正直高さ制限ですね臨時車線ね北側車線とか臨時車線道路車線とかあとは日陰規制最近は天空率ですよねこういうのがあるのでそういったいろんな規制がある中で どういう建物が最有効をしようかっていうのを判断してでそれをもとに評価の計算手法の適用をして計算をしていくということをしますただ正直なところ私もそうですけど多くの業者さんはあの鑑定士の能力を超えてるんですね建物を想定マンションをどう建てるのかなんていうのはなかなかそれはもう建築士さんでないと図面引けませんから あの簡単にいくらかお支払いしたら図面を書いてくれるっていうことがよくありますあの書いてくれる業者さん,業者さんがいますのであのそれを書いていただいてそれに基づいて評価書を書くと、えー、こういうことをよくしますけれどもただその建築士さんにこういうのを採用講習で考えているんだけどっていうことでいろいろやり取りする上でも当然ですけれども、まあ、こういう建築のね知識がないとそういう依頼もできませんので、えー、最低限 しっかりと勉強してくださいっていうそういう意図があると考えてもらっていいかと思います。こういうい基礎的な知識がままずありますそれから累計別ですねえ更地の鑑定評価ね開発方法を含みますねそれから借地権と底地の鑑定評価ね基礎価格どうするんだとかねいろいろ出てきますけれどもえ仮読部分とかね はい、貸しおよびその敷地、くたて、地代、家賃、匠、いろいろ類型別にです、ね、あの細かな実務上の、ね、ポイントがあります。こういったことについていろいろと、ね、詳細に勉強するというふうになりますね。はい、それから技術的知識としてこれも手法ですね、周囲還元法です。 まあ直接還元法と DCF 法がありますけれどももちろん土地代法とかいろいろありますがそういった収益還元法の講義それから原価法と開発法についてここでも勉強するというふうになってますね <laughs>。こういった内容で講義を主張していただくんですけれどもだらだら聞いて終わりというわけではなくて最後の2行ちょっと見てください。 各科目の視聴終了後に e ラーニングの画面上に表示される確認テストがあります一応ちゃんと講義聞いてましたかとずっと再生して他のことしてるっていうねこういうことをしてませんかっていうことですけどちゃんと見ましたか視聴しましたか卓越問題10問程度これに回答してその合格をもって各科目の終了になります。 ので、えっ、ー、と、まあこのテストにパスしていかないといけないということです。だしっかりとね、聞く必要があります。まあただ、じゃあ間違えたらどうなるのってなると、即来年ですかって言うとそんなに厳しくはなくて、あのもう一回問題出てきます。画面に新しい問題十問出てきますので、もう一回クリックしてで合格したらいいというものになりますから、まあこれで落ちるっていうのはほとんど聞いたことはないです。あのずっと聞かずにこちらかしにして期限到来して。 だめだったっていうのはありますけど、えー、ちゃんと聞いてたら基本的には何回でもテストは受けますので大丈夫と思っていただいていいと思いますただあのせっかくの機会なんでぜひねあの聞いていただくのがいいと思いますので、えー、しっかりと主張してね身につけてください <laughs> でえー、っとね一つ終了講座の攻略的なことを言いますが 後でまた出てきますけれども修了講座で記述でマークシートの担当式の問題がありますで、そちらの担当式の問題の出題の範囲の科目がえっとこれと同じですこれと同じですわかりますよねつまりまあ攻略の一つですけれどもここで出てくる問題がありますけれども基本的にそれと同じような問題も修了講座でまそのまま出る問題もあります しまあ、それに類似したような問題も出ますからここの確認テストの問題っていうのはねある程度、えーまあ、ストックしろってここで僕は言うと問題がありますけれどもそこから出るんですよっていうことだけお伝えしますので何をしたらいいのかっていうのは分かると思いますね。だからあのここで一つ対策ねあの取れると思いますので、えー、単にね合格したで終わらずに終了交差見据えて準備もしていくといいと思います。 はい講義はこれぐらいにしましょうそしたら次ね基本演習いきますねはいじゃあ6ページ見てください基本演習は6ページに書いてあります2つ目のやることですね 基本演習は鑑定評価報告書の作成において通常採用される手順を実務収集生自ら作成することにより習得する過程です。でありますで東京において、えー、集合研修という形でね開催されますので、えー、まあ東京の方はいいですけども地方の方とかは全員東京へね来て。 2泊したりとか3泊したりして研修を受けるというふうになります。どういうことをするか課題が与えられでガイダンスの後グループ単位基本4人一組になっていると思います。年齢と5人5人のグループもあったりもするんですけどまあ4人か5人のグループ単位で実地調査でグループ討論を行うとでこの演習2日3日の期間終了後。 え10日以内に鑑定評価報告書及び関連資料を作成して協会へ提出し審査を受けるというふうになります。で提出された内容に不備不適切な部分がある場合で収集制に対して修正または必要な部分について再提出を求めることになりますということですね。 ちょうどね今日がね第4段階の3日目ですねあのうちの収集船も行ってますけれども一番下のね継続賃料のやつでね最終日を迎えてちょうど今終わったところですね5時に終わると思いますんで受けてるぐらいのタイミングですけれどもあのグループでね集まってで課題は資料だと送られてきます事前に送られてきますけれどもその課題の資料について そのグループ内でいろいろ意見を交換したりとかしてで先生に質問したりとかあるいはグループで我々のグループはこう考えますとかいうふうに前でこう発表を代表者1人出て発表したりとかしてでいろいろ情報を共有したりとかして勉強していくというものですで。これれははコロナののな,なかったんでですけれどもその時は全部 じじゃゃなないいややリモートで Zoom じゃないやつねマイクロソフトのなんかでやってましたけれどもあの僕からするとこういうのがあった方が同期の人一緒,に一緒に鑑定士になるタイミングね同期ですよねの人とすごく仲良くなるまあすごいいい機会なんでもちろんこの研修の意味もありますがそういう人たちと交流を図る場所という位置づけでもねあの非常に この基本演習はねいいぞというふうに思ってますので是非ねその場でその時に基本演習行く,時にな行くことになったらあのいろいろと名刺交換したりとかして、えー、してくださいんか多分あの結構な人が毎晩毎日毎日2日3日の毎日昼は研修して夜はもう飲み歩いてみたいなこんな感じにもなってるみたいなんでまあまあまあ無理のない範囲でねやっていただくのがいいと思います。 で、えっと、ちょっと内容を見ますけれども第1第2第3第4ってありますが先ほど言いました日数がね2日3日2日3日で準備されますで第1段階はさら地をします課題がさら地ですで開発法をやりますね開発法、まあ、建物想定とかもしてくれてはいると思いますのでそれに従って開発法 い,ろいろと建築コストをどうすすするるの最近すごい上がってるんですよねやっぱりウクライナの関係ですごい建築費が上がってたりするとかねあるいは開発法で10日資本収益率どうするのとか何パーにするの8パーだで10%パーいや12パーだろうとかその違いはどっから出てくるのか何を考えて高くする安くするそういうのをグループで話したりとか勉強するとか結構面白いと思いますよ。 それから借地権底地が第2段階ですね第3段階が仕立てと貸しや敷ですけど基本この貸しや敷の方で DCF とかをしていくと思いますそれから第4段階が継続賃料ですね継続賃料です基本的に継続地代を扱うと思います継続地代を扱うと思います、まあ、基礎価格をどうするのとか 機体入り回りどうするのとかスライド法の変動率どうするのとか、まあ、こういうのを、ね、いろいろと議論をするという場になってくると思います。で先ほど言いましたけれども10日以内にね、えー、鑑定評価報告書っていうのを一応,こう一応じゃないちゃんと作って、えー、提出して審査を受けないといけない。うん、で、あのー まずよく聞かれるのがえっとグループで一つ書くんですかってよく聞かれるんですけどそうそうじゃないですあのグループで討論とかしてしますけど各自が作って各自が作ってそれぞれが提出します、うん、それぞれが提出しますねでその審査を受けるわけなんですけどえっ、ー、とまあ、ちょっとおかしいぞとか間違ってるぞっていうところは結構ね親切に赤色入れて赤を入れて審査してくれてます。 であの問題なければそれで認定で何も来ないんですけれどもちょっと赤ペンチェック入ってますよねっていう場合は1回送り返されますねそれがチェックしたものがで、えー、それを見てあ間違いに間違ってるっていうところをこう修正してもう一回出し直しをするということをしますでそれで大体あの、まあ、合格っていうか認,可認定もらえますねそれでもらえます だからこの先の講義もそうだしこの基本演習でえ落とされてるっていうのはあまり聞いたことないですね。まいなんでまあとはいうものをちゃんとねやって出す必要があるんですけれども <laughs> まあそういうどっちかっていうとまあここで落とそうっていうのはあんまりないというふうに理解してもらっていいと思いますね。 はい、基本演習までいいですかねここまでじゃあ最大の難関ですけれども実地演習のお話をねしていきたいと思いますはい、えー、実地演習、えー、実地演習は不動産の鑑定評価に関する実務について実地において鑑定評価報告書の作成を通じて評価方法を習得する過程です でまず実地演習は何度かチラチラ出てました「物件調査実地演習」っていいますと「一般実地演習」こっちが13類形により構成されています2つありますねまず物件調査実地演習の説明しますね、えー、これはスタート12月にスタートして12月末に提出しないといけないやつですね、えー、物件調査実地演習は 調査の方法です物件調査の手法を手法っていうほどでもないんですけど物件調査の手法を習得する演習ですだから指導鑑定士に物件調査のやり方を教えてもらうとこれは13類型の一般実地演習の受講前にです必ず受講しなければなりませんと。つまり 十三類型の評価書を書く前に物件調査できるようになってくださいよっていうそういう立て付けです。たて土地及び建物の各一件について調査を行い、物件調査報告書を作成し、指導監定士の確認を経た後、協会に提出して審査を受けると。えっ、ー、とね、資料があります。後ろの資料二っていうのを見てください。 資料の,2の1から始まるところですすねね右肩にあると思います、ねはい、これがね、まあ、もう最初の提出物を見てもらった方が分かりやすいかなと思って入れてますが、これが最終的に提出するものです。でちょっと全体像を把握してください。資料の2の1ですね。それから資料のめくってください。2の2 2の3、2の4っていうのがまず4枚あって、これがね、土地です、土地です、4枚が。で、今度、建物、資料2の5、6、7、8、9と、あ、9ないわ、8ですね、8です、8まで。4枚、4枚で合計8枚です。土地4枚、建物4枚。 で調査をしてこの4枚にそれぞれ土地は土地建物は建物でまとめて提出をして調査結果をね、えー、提出するというものです。で、えー、土地の方をまず簡単に見ましょうか。<laughs> うん、あの1枚目がもうまとめる調査結果はここへ載っけていきますけれども、えーまあ、右肩は収集性番号を書いて。 それから調査日を左の方に書いてまあ現地行った日でいいと思いますねで対象物件所在地盤とかこれも登記簿見たら載ってますねで樹木も登記簿見たら載ってますねそれから地籍登記簿と実測で持ち分これ共有の場合には持ち分を書くと共有でなければまあ単独所有という明記をしてくださいっていう指示があったりしますんで単独所有というふうに書いたりします。 これね、あの例えば樹木とかね登記簿に宅地っていうふうになってたりする登記簿って実物って見たことない人もいますよねおそらくねあの土地の登記簿を見れば樹木っていう欄があって、えー、例えば、えー、建物の敷地になっている場合は宅地っていうふうに書いてるわけですよねじゃあ現況がじが違うのか現況建物建ってるじゃないっていう場合あるじゃないですかです例えば土地が100平米あってですよで現場にいったら建物建ってるけど実は 100平米の土地なんだけどうち10平米は道路になってるっていう場合があります。いいです例えば全面道路が建築基準法42条二項道路になってて中心から2メートル2メートルのセットバックが必要ですよね。で敷地は100平米あるんだけれどももともと道路が4メー,ターなくて下がっている場合はどういうことになります敷地の一部が道路になっていると、ね。現場に行けばアスファルトなんで 敷地っていうふうに見えないかもしれないけど実はそこが敷地が入っているということがある。こういえば評価する場合は例えば100平米のうち10平米が道路で削られてたら10%マイナスぐらいねの間隔でマイナスをしていく必要が出てくるわけなんです。なでか使えない土地ですからそ,れは、まあ、そういうことを見落としちゃいかんのですね鑑定評価する時に。 それを全部100平米宅地で評価してかける100で総額を出してこの金額ってなった時にいやいや道路負担どうなってるのあってなるとこれはもう不当鑑定みたいな話になるわけなんですだから実際に鑑定評価を始めて一番最初調査関係でぶつかるのはやっぱりね道路の調査ですね道路です道路法上の道路建築基準法上の道路 それからまあ法定外公共物でリドとかねそういうのもあったりします。そういうところの調査っていうのが非常にねあのまあ難しいというか、いまだにやっぱり道路に関してはまあ多分官邸市である以上もずっとやと思いますけれども調査がすごくねあのまあ難しいというか慎重になるところです。場合によっては現場に行ったら対象不動産の前にアスファルトがあるんですですけど。 節義務の問題なんですよねあるんだけど実は道路じゃないっていう場合もあったりします実は無道路地とかそういうケースもあったりします。なのにあ説明してるって簡単にね評価書を書いてしまうとこれは建てれない時なのに建てれるで評価をすることになるから非常に大きな問題評価書としては。で、えーまあ、場合によっては不当鑑定損害賠償請求みたいなことにもなりますのですごい慎重になる。 ちょっと話ごめんなさい脱線しましたけど登記文には宅地ってなってるけど現況は一部道路があれば宅地道路みたいな感じで両方をちゃんとね書いておかないといけないというふうになるわけなんです、はいえーと。どんどん脱線するといっぱいしゃべりたくなるんですけどちょっと戻しますね現地調査、えー、境界の確認、ねまあ、現場行って、ね、境界プレートなんていうのがあるとあここは境界だなってはっきり分かったです。 まあ指導する時に選ぶ物件で結構きれいな物件を選ぶんでそういう境界のプレートがね実際あることが多いからまあ分かりやすいんだけどないことの方が多いかもしれないねあれちょっと地方の郊外の方行ったらプレートの方が全然ないっていう場合もあったりしますうんで要は越境してるかどうかとかを見るわけですね越境うん結構地面ばっかり見るんですけど実際地面じゃなくて上の方が結構日差しが出てるとか ね、エアコンのの室外機が出ているるとかそういうのが結構あったりすすんですねだから境会の確認して、まあ、自分のところは越境しているかもしれないし隣から越境されてるかもしれないし事項、ね、取得の問題とかねいろいろ出てくるかもしれませんけど、まあ、そういう確認をして、えー、結果を記載するとかこういうのもしますね。はい、あとは統計事項「航空をつくのことを書いたりとか、えーまあ、地図どういう地図を見ましたか 要因関係でねここはありますけど道路ですよね道路のことを詳細に福井南メーター歩道があるかないか舗装してるかどうか道路の種類は何かえ42条1項1号2号3号4号5号が何かね42条2項道路それから43条。 そういううういいいいのののもありますんでねいろいろとどういうのになるのかそれからその人はちょっと見えますかね指導負担これがさっき言ったようにセットバックしてて道路負担があるような場合とかこんなの変いたりとか、はい、あとは地下埋設物埋蔵文化財土壌ねこの辺の調査もしていきますどういう調査するか役所で調査は例えば埋蔵文化財はね埋蔵文化財放送地の指定を受けてるか。 っていうのを役所でその放送地の地図があるので、まネットでも見れたりしますけれども、入っているかどうかっちゅうのを確認すると。で入ってたら、入ってますよじゃなくて、これ基本的にここで調査するのは評価に影響がある価格形成要因だから調査をするんですね。じ放送地に入ってますよっていうときに、例えば行きます。入ってますよ。 って言われたら過去、その対象不動産の土地はじゃあ、私屈の調査したことありますかというふうにもう一歩踏み込んで聞いていたりしますね。で、あ履歴見てくれます。で、あ過去、私屈の調査して何も出てませんからあ、建て替え問題ないですよって言われたら問題なしですね。ですけど、例えば、さら地の評価で入っていて、過去、ここは出てませんとあ調査してません。で、実は周辺ではいろいろ調査して、あ結構出てますよなんていう情報が入ってくると。 じゃあ対象不動産も出てくる可能性がありますよねそうすると例えば開発をする場合とかであれば準備期間が長くなったりする私屈調査したりとか場合によっては出てくる可能性がありますんでそういう場合はそれを鑑定評価書に鑑定評価にどう反映させるのか期間をを長くして評価すするといいうのも1つだと思いますねあるいは調査配当条件を設定してその部分は考慮外にしてしまうとか。 いろんなやり方が基準に書かれていると思いますけれどもどう対応するかこういうことを考えていく必要が出てくると,えと土壌汚染なんかはえー土地のね古地図図書館に行きますね。で過去は昭和まあ遡れるのは大体まあ40年ぐらい30年か40年ぐらいから遡れますけどその土地の古い地図を見てそこに何が建ってたかっていうのを調べるわけなんですね。ずっと小建て住宅でしたっていう場合は 土壌汚染あ問題ないかなっていう一定の推測が働きますよね。これが鑑定士ができる作業です。ねあの掘って検査することはできませんけれどもそういうことはできますので。ですが例えばあ分譲地なんだけれどもこれ工場跡地を宅地分譲してるな縦売り分譲してるなっていう場合に南條バケガクっていう化学っていうね工場があったとするとあひょっとしたら汚染されてるかもしれないなとじゃあ開発するときに汚染の調査入っているかどうか。 確認してまあ、その時調査して問題なかったから宅地分譲できてます。よっていう情報が入ればあ、じゃあ問題ないんじゃないですか。で評価できますよね。こういった調査をしていく必要があるわけなんですね。うんまあ、地歴の調査です。あるいは現場でも、えー、土地を見てね。問題ないかなっていうのを見たりします。あの、やっぱり僕も昔もあります。けれども、例えば病院の評価をして結構病院。ずーっと裏側とかも見たりするけど、裏側の方に行くと結構。 あの廃棄ししてててたりとかしててね土の色がなんか緑色みたいになってたりとかするのがあってこれ何だろうみたいなそういうのもやっぱありますんで現場で目視の確認いいうこういうこ作業もししたりしますあるいは役所の方で要措置区域とか形質変更時要届出区域土壌汚染対策法ねこういう区域に入ってるかどうかこういう調査もしたりと、まあ、いろいろね調査内容はあるんですけどこういう基本的に鑑定士が基本的な調査としてね えーまあ、やらないといけないことというのは身につけてくださいというものになりますね。はいえー、とどんどん長くなっちゃうんで次いきましょう法令制限、えー、これはもう役所で調査できます、まあ、最近はもうネットでもねある程度分かりますけれども基本的にネット情報でもいいんですがネット情報ってタイムラグがあったりするケースもあったりとか場合によってはちゃんときちんと反映されてないということもまれにあったりします。ので えー、極力、ね、足を運んで窓口に行ってで直接窓口で確認をするというのが、ね、必要になってくると思います、はい、あとは供給処理施設ですね電気ガス水道とか、まあ、こういうのを調べるとでこういう形で1枚,に,1枚目に調査結果まとめます、まあ、A41 枚ですけど結構なこれを作るためには調査の時間と労、ね、力かかりますので,であと2枚目 資料2 2ですね土地の2って書いてますけど上に地図これは1万分の1ぐらいの地図を貼り付けてで対象不動産ここですよっていうね場所を示すとあの貼り付けますけどリで貼り付けるとかそんなんじゃないですもうパソコン上で、ね、パソコン上でピタッとこう画像を貼り付けてでパソコン上でちゃんと丸を作ってっていうねことをしていきます下は構図ですね法務局で取得できますんで構図を 貼り付けて対象不動産、こうこうというふうにするとそれから資料2-3これは金継と遠継で写真ですね、元凶の写真上は金継で下は遠景です、土地のねで、ここにね、これちょっとどっか控えといてくださいあの日付を入れないといけないんです、日付日付を写真の上にね 入れますあ17回実務収集最初の頃っていうのはまだスマホで写真っていうのがあんまりなかったんで <laughs> 皆さんデジカメなんでねデジ,カメにデジカメって若い子はあんま知らないかもしれないけどあの日付入れれるようになってるんですね写真はね。で自動的にこう写真に日付が入ってたんだけれども、まあ、最近はスマホで撮ると日付は入らないけど一応ここへ日付をねあの入れてくださいってなってる。 で何を控えてほしいかっていうと今の1枚目の調査日っていうのが一番左上にありますよね <laughs> 調査日そこの日付と写真に載せる日付がずれてたらはじかれますはねられます要は矛盾ですよね違う日付になってますよとそういうのをすごくねあのこだわりますので日付で否、えー、認手出すこととか非常に多いですから 日付注意してくださいもちろん12月1日から12月31日までの間に行かないといけないのは当然ですね、当然ですね <laughs> 期間が決まってますからあと,、えーとね、4枚目、これね、まあ、僕からするとどうでもいいって怒られるんですけれども、行動ちょえー、物件調査行動記録というのをつけないといけなくて。 あの役所のどこの窓口に何月何日何時何分から何時何分調査をしましたみたいな、まあ、ネットでもいいですネットでどこどこに何,分何時何分から何,分何,何時何分までネット調査をしましたとかで役所に行った場合は訪問先の部署それから担当者名あの役所ってあの名札ぶら下げてますんであのそこで名前を見て控えてくるもいいしお名前確認してもいいですけれども。 あのこの訪問先も書いて何を調査したかっていうのを右側に書くとこれも現地調査のを大体さっき役所調査とかずっとして最後現地調査をするっていうのは基本の流れですねだから下の方に現地調査が入ってくるけれどもその日付とね写真の日付とさっきの調査日の日付が同じでないとなんかインチキしてるんじゃないのみたいになってきますんでそこをちゃんと書かないといけないとそういうところ結構見られます。 土地はね、大体、まあ、もう一枚埋まるぐらいの内容にはなります。で、次、建物も喋りませんけど、えっ、ー、と、建物は建物で調査一枚目同じようにあります。で、二枚目に建物図面、うん、各階平面図、これは法務局で取得できます。上も下も法務局で取得できるものです。で、三枚目はエントランス付近の写真と建物全体の写真ですね。 これも日付入れてください。ポイントは同じです。それから4枚目は同じく行動記録があります。こちら建物の調査のをした。例えばえっ、ー、と建築計画概要書、建築指導課で取得すると、要は建築計画概要書っていうのは建築確認を申請するときの書面です。それを出してね。もらいます。見せてもらいます。コピーもできますんで。 でそれは建物の調査ですからここに書くとかですね、<laughs> なります、はいえーと。物件調査実験、ちょっと長くなりましたけれども、まあ、まあちょっとイメージね、えー、持ってもらいたいなっていうのもありましたので、しゃべりましたが、えー、と一つ、えーまあ、攻略じゃないけど、これはちょっと楽する方法ですけど、土地と建物、それぞれ2つありますが、あの同じ不動産で構いませんあの。同じ不動産の土地と建物で構いませんから。 一、えー、つの不動産でやってください。うん、でそしたらまあ調査もあの現地も1回で済みますんでバラバラでしてももちろんいいですけど、まあ、ちょっとしんどいですよね2箇所しますから <laughs> はいじゃあちょっと戻りましょう7ページですね まあえ12月始まって早々にあの物件調査実地演習をしてですねで報告書を提出しますでそれが終わり次第ですねまあその作業が終わり次第13類型の作業に入ってきますえと一般実地演習というのがまさにその13類型の評価になってきますちょっと見ていきますね一般実地演習は不動産の鑑定評価における類型別の実地演習です まず指導鑑定士が現実に存在する不動産を題材として鑑定評価基準に定める基本的事項を記載した評価依頼書を作成しし収集制に提示しますこの物件の評価をしなさいと価格時点いつですよ条件こうですよ累計これですよっていうことでこの 依頼書を収集生に渡して、で、収集生がそれを。まあ、評価の依頼と受け取って、作業をスタートするっていう流れを意味しています。で、収集生はこの依頼書をもとに、指導鑑定士から指導を受けながら。十三件の鑑定評価報告書を作成します。十三件ね、で、一年を三期に分けて。各期末に協会が定める件数の。 鑑定評価報告書を協会にまあ、インターネットでね提出をしていきます。報告書はパソコンで作成しネット通信により提出することになりますと。で、えっ、ー、と報告書以外ですね、その次ですけれども別表資産表とかね、まあ、それはそうですよね取引事例比較法の資産表とか土地団地法開発法とかあります。こういったものであるとかあと地図とか。 こういう添付資料っていうのもね一緒に提出しなさいというふうになっていますがまあ全部ねネットでダーッと提出をしていきます。でこの試験に鑑定試験に合格後実務収集においてはこの実地演習と修了講座が最大の難関になります。どちらかとというとさっきの講義 基本演習は落とそうという感じで、教会がするという感じではないです。あの、何回も試験受けれるし、出し直したらすぐ合格すぐ違う。合格はもらえますが、実地演習は違います。結構落とそうとしてチェックしてきます。おかしいのはわーっとチェックが入ってきもので厳しいです。すごく厳しいです。えー 1年または2年コースの設定はありますが一般実地演習に関して13件の累計の鑑定評価を実際に行わななければなりませんでこれは鑑定評価の経験のない方が行う作業となるので、えー、予想以上に時間がね最初特に最初はかかります、えー、大変な作業になりますでこれ知っておきましょう年3回です。月月月と7月と10月 3月提出7月提出10月提出ってよく言ってますけど3710なんですねこの3回に分けて鑑定評価報告書を提出して審査を受けることになります提出期限に間に合わなかったり提出しても厳しい審査があるためこれですね非認定となって再度提出しなくてはならない方もたくさんいます また先ほど紹介しました1年コースを選択していた方が期限内の提出が難しいなどの理由で申請により期間の延長をするケースもありますと。で確実にこの難関を突破するためにも収集環境の整った指導官定士の下で実地演習を取得することが必要になってきますで、えー、審査が非常に厳しいんですね でここで例えば3月提出で審査を受けて非認定になりましたという場合はもう1回出し直しですけど1年コースであれば10月に出し直しとかこれが再利収ですねでもう1回出し直しをして同じ不動産でいいですあこれもよく聞かれるんだけどあの非認定になった場合は同じ不動産でもう1回評価をやり直してとていう作業になってきて10月にねでそれで認定をもらえばいいというふうにはなりますます、あ、詳細はまた後で言います。 で3月、7月、10月ですが3月にこれ書いておきましょうか4件です。4件提出します3月4件また出てきますけどね4件7月は5件です5件です、まあ、4、5、6、7の4か月ありますね5件それから10月はまた4件です。 ですねだからこれ全部合わせて13件の提出をして審査を受けるっていうふうになってきます。じゃあ具体的に13類型がどういうものかっていうのがですね8ページに書かれています。 えと上からずっとね、あのーまあ、宅地、で上の方で右に行くと更地で、えー、細分化累計というのが住宅地、商業地、工業地とかがありますねこれ項目ちょっと見てほしいんですけど、左の番号って13累計なんですが、全部で20個ありますね、20個の細分,、えー、細分化累計があります。 えとちょっと攻略も含めて言いますねこれねあのやっぱりねどういう類型を選択するか要は20あるけど13を選択するわけなんですねこれで結構ねあの終了交差対策にもなりますでうちはもう全員統一して今から言う内容のものを選んでますので、えーまあ、その選択が一つの攻略になるとは思っていただいていいと思いますがまずね3月提出。 3月提出は、えー、と色分けなんかできたらいいかもしれない上の、ね、住宅地と商業地住宅地地商業地それから1個飛んで大規模各地と底地これ4類型ですこれも選択の余地はないですこの4類型ありますね。 で今度は7月ですね。7月累計は5累計ですね。5累計、えー、低層住宅と業務用ビルとあえと9番10番ですね。真ん中ぐらいです。7月は低層住宅、業務用ビルで居住用賃貸これは賃貸マンションです。業務用ビルは自社ビルです。自社ビルイメージはね。それからオフィス用賃貸これ賃貸ビルです。 自社ビル賃貸マンション賃貸ビル低層住宅は戸建て住宅ですね戸建て住宅自社ビル賃貸マンション賃貸事務所でちょっと飛んで借地権付き建物の住宅地と商業地ってありますねこれどっちか1つを選びます借地権付き建物住宅地か商業地を1つ選んでこれで5件というふうになります どっちを選ぶかですがうちは弊社は借地権付き建物の住宅地を選んでます商業地は権利金であるとかいろいろ論点が多いですね建て替えをして容積率を消化する市内今の物件はしていないじゃあ条件変更承諾料どうするいろんな問題が出てくるんで基本避けてますで戸建て住宅 着地権付き建物の戸建て住宅でやってます。でや番簡単。あの勉強する場なんで確かにえーいやいやちょっと商業中のやつをチャレンジしたいまあそれはそれでいいんですけどあとでもこれも言いますが修了講座は自分の提出した評価報告書報告書でね修了講座の口頭諮問されるんですよ。 そうすると例えばここで商業地の借地権付き建物の報告書を提出していた場合にそれで終了交差の審査がされるとそれは審査員からするとニコニコしながらいろいろ聞,いてきますね聞く論点が多いからですこれ条件変更承諾料いるのとか過去払ってるのとか払ってたんだったらそれ評価に反映してるんですかとかそういった権利金の問題もあると思いますね。 いいろいろ出です。まあできるだけね勉強したいっていう気持ちもあるとは思うんですけどまあ実務収集の13類型でじゃあこうやって難しいのをやったらもうパーフェクトな鑑定士としてね世に出ていくのかっていうと全然そんなことはないですからもっとやることなんてさるほどありますのでまあ 高かというとあれですけども十三累計だけの中の話なんで、もう終了考座のことを考えた対策をねしていくのが一番だと思います。えっと七月は今の内容です。えっとね最後十月提出です。ちょっと上戻ります。えっとね一個を選びますね。工業地か宅地見込み地か農地か林地一つ選びます。えっともう一応無条件に工業地です。 間違っても宅地見込み地なんて選ぶとちょっと大変だと思いますねやっぱり論点が多いです。でこの中で一つねそれからずっと下行って13番14番区分所有建物およびその敷地マンション事務所店舗ビルこれマンションは区分のマンションですから分譲マンション中古マンションです分譲してるね中古マンションです一室の区分ですね。 で事務所店舗ビルも最近ちょっと増えてきましたね事務所で区分所有するようなマーケットが出来上がってきてますね、えー、でこれどちらかなんですけどあのこれも無条件にマンションを選んでます、まあ、取引事例比較法するにも普通に取引事例いっぱいありますし相場観も出来上がってますから簡単でも事務所の区分は特に店舗なんかになってくるとそれはもういろんな論点あるし事例もないし 相場もよく分かんないしみたいなそういう世界ですからでこれで1つ2つですねで最後3つ目4つ目が一番下の4つ「地代」と「家賃」ですが地代は新規地代か継続地代から1つ家賃は新規家賃か継続家賃から1つっていうふうになりますでもう1つルールがあって片方新規選んだら片方継続選べっていうルールがありますどっちか継続やりなさいと。 でここはどうしてるかっていうとまず家賃について継続家賃はすごい大変ですもう,もうフルで入ってきますんでいろんな論点があの価格の評価ももちろんその中には入ってくるし新規家賃の評価も入ってきて継続家賃の評価っていうふうになるんで一番大変なんですねなんで、えっと、継続に関してはまず継続地代を選ぶようにしてます必然的に家賃は新規家賃というふうに してますこれがまあ一番無難な路線の選び方になりますんで。というところが一つ類型選びの攻略になってくると思いますあの疲れる指導鑑定士の先生が選ばれるんですけど選んだ後に書いてくれっていうと怒る先生多いですから選ぶ前にちょっとこれでやってくれへんかっていうのは先に言っといた方がいいかなとは思います。うん あの結構張り切っちゃう先生もいるんですけれどもあんまり張り切らずにちょっとこれでやってくれないかっていうふうに、ね、言っとく方が終了考察対策としては無難かなとは思いますね。であの選ぶときに皆さんも気をつけてください、えー、と右側のあごめんなさい右じゃないのか9ページですけれどもあの各類型細分化類型の題材のねあの要件っていうのが決まってます。例えばあの4番目ののの大規模各地の案件なんていうのは 敷地面積が 500, パ500平米以上でないといけないですね。で都市計画法の開発許可が必要な、まあ、東京都は500ですけど地方行ったら1000平米以上で許可が必要、まあ、あの法令通りですよね1000平米以上市街化区域内では1000平米以上と。っていうふうになってきますのであの、まあ、マンション措置だからこれやりなさいで480平米とかっていう場合はこれ一発で非認定になってしまいますので。 で指導鑑定士の先生ここまで読み込んで題材出すってことは少ないと思いますのであの皆さんの収集生の方は一応確認した上で着手でこれに該当しない場合はあの先生にあの一言言って書いてもらうとかする必要が出てきますのでこれはね特に注意しておいてください。ほ、はいまあ、他にもいろいろありますけど、まあ、これはねまた見ておいてください。 えっとそれでこのタイミングで別表をちょっと見ておさらいとかしていきましょう別表じゃないや資料3かうんあの横長のやつがねあると思いますので資料3見てください えっと時間軸が左から右に流れてる感じなんですけれども上の段が1年コースと下の段が2年コースということで両方併記してる感じになりますね。と復習兼ねますね。まず実務収集の期間としては一番上ですけれども第18回の1年コースは 今年の12月1日から始まって2024年の11月30日までと2年コースずーっと右側まで行ってると思いますけれどもさらに長いですね2025年の11月までっていとなりますで、講義はすぐに始まり視聴が始まりますが1年コースは3月までに視聴を終えてくださいと2年コースは翌年の10月までに視聴を終えてくださいというふうになります で基本演習ですね1年コースは4月の2日5月の3日で8月の2日9月の3日というふうに基本演習を東京で集合研修で受けます。じゃあ2年コースは1年コースと一緒じゃなくて1年ずれるんですね。これが第ちょっと先ご紹介ありましたけど第19回実務収集。 1> の一年コースの人たちと一緒に受けるっていうふうになります。一年ずれるって感じですね。で実地演習ですね下です。一年コースまず物件調査実地演習が12月中にあって土地と建物をする。それは二年コースも同じです。でこの後変わります。一年コースは3月7月10月ですね。3月に 四件の報告書提出、七月はここに書いてますよね。五件の提出、十月に三件、え、四件の提出というふうになります。二年コースはどうかっていうと、物件調査の後、まず三月に二件、七月に四件、それから十月に三件、で翌三月に四件という流れです。 1>, で1年も2年も下に矢印が出てますよね。ここれれ何かこれ、ね、再利収なんですよいわゆる先ほどから何度か出てますが非認定になる場合があります3月7月に出したけれども非認定審査を受けて非認定になった場合には1年コースの場合は10月にね再利収でもう一回提出ができ,できるとでもう一回見てもらうと。 で、これでオッケーもらったら終了交差を受けれるっていう流れになります。で、2年コースの場合はどうかって言うと、37。10月で翌年の3月で提出が終わります。けれども、7月に再履修をすることができます。これは最後の10月え、最後の最後のっていうか。まあ。えー 3月7月10月3月全ての累計について13累計について再利収が認められていますでここでも非認定だった場合は再再利収も認められていますだから7月10月に2回再利収のチャレンジ期間が置かれているというものですじゃあともう一回戻りますね1年コースの方は3月と7月は再利収がありますが10月は ないです。10月はもう一発勝負です。ダメだったらもう翌年になります。翌年になります。まあこの違いがあるので、先に、ね、再履修のところでね、1年コースは一部、2年コースはすべての13類型で再履修があるっていうふうに書かれていたのはこれを意味していますね。で、これをすべて終えれば終了講座というふうになっていきます。終了講座になっていきます。で、 ここであのちょっと全体を見ながらですね、えー、考えてほしいというかあのうち、えー、大島不動産鑑定弊社の方では基本1年コースで入ってもらっているというふうに言いましたでその理由が実はこの中にありまして今のね2年コースを例えば見てほしいんですけどあの3月提出373の4回に13累計を分けてますよね。 370370に分けてればそれ2年の意味がすごく出てきて忙しい人とかはいいかもしれないんですけど373で実は終わりであの最後の提出期限っていうのは1年コースが10月で2年コースは翌年の3月で終わりなんですね。でそこですべて認定をもらっておれば再利用がなければですねこの13類型に関しては終了口座まで 10ヶ月ずっと空いてしまううんでですすねねそそれはそうです、ね、さらに翌年の1月までになります。でそれを避けたいっていうのが一つの大きな意味がありますで。基本的に再利収出ることはありますけど最後の10月で提出を終えて終了講座まあうちなんかでもほとんどの人が普通に終了講座入っていきますのであまりこの再利収を,を,をできるタイミングを,を のある2年コースっていうふうにはあんまり考える必要はないとは思ってるんですね。大体通りますんで通していきますんでで。何が良くないかというと。まあ2年目の3月に提出を終えて、翌年のさらに1月まで期間が空くと、えー、まず忘れます。忘れます。 やっぱりガーッと1年でやってそのまま終了口座入る方が物件のことも覚えてますし事例のことも終了口座で聞かれるんですね。ここのののの物件のこの一番の事例はどんな状況でしたかとか聞かれるわけなんですよ。そうすると2年コースだと例えば大規模各地とかいろいろ出されたりするとですねあと1年前以上じゃなくて2年ぐらい前の話になってくるわけなんですね。そうするとその時の状況とかをもう正直対象不動産ですら。 あの忘れててしままうううといいうふうになっていきます皆さんそうでしょう試験終わった後全部鑑定理論覚えたやつとか忘れるでしょそんな感じですわだからあまりそれはねよくないんですねやっぱり答えないといけないですからえっ、ー、とえっ、ーと,えー、とって言ってると、まあ、もう次の質問いきますよってなりますんで,でそういうのをまず避けたいっていうのが一つありますねそれともう一つはこの「死境の説明」「市場分析の結果」っていうのをすごく聞かれます終了講座で。 そうするとま,あまさに最近はねコロナとかいろいろねウクライナとかあります建築費の問題とかありますから市場ってすごく変わるんですよね不動産市場って2年コースをすると2年にわたってずっとその質問される期間っていうのを設定自分ですることになりますのでその2年間のその物件ごとの市場のことを答えられる必要性っていうのが出てくるんですね。 でもすすごく多く多なってしまいまい1年コースの場合はやっぱり3月から10月までの期間ですからその期間だけのねあの市場のことだけをお話しできるようにしておけばいいので負担が全然違うんですね。でそういうこともありますので基本的には1年コースで行ってもらうというふうにし,ます確かにしんどいのはしんどいです。けど まあ逆にしんどいだけにねもう一気にやりきってしまった方があとあと楽というところがあると思いますね、うん。あともう一つの理由が何かっていうと基本習なんですね、まあ、この設定が僕の中ではどうしても納得できないんだけど正直2年コースの場合に373の提出が終わってます。ね あの家賃新規家賃とか継続家賃継続地代まで一応実務収集で課題はもう提出を終えてるんですね。で終えたにまにグループで更地の更地の研修から基本演習は始まっちゃうっていうねまあ正直もう一通りだっと終えた後にまた更地から。 まあ正直これはタイミングを2年コースの場合に翌年の1年コースと一緒に入ってもらうっていうそういうまあいろんな都合がありますからだけでタイムスケジュールは作ってるだけですからあまりね全体の2年コースをのカリクラムを見たときになんでこのタイミングでっていうのもあったりするんでだからまあそういうのもありますんでえそういう意味では1年コースというふうにはあのまあお願いをするようにはしてます。 がまあそれぞれね都合とかもあります、会社の都合もあります、会社が2年コースじゃないとだめというところもありますから、その場合はもう2年コースでというふうになってくると思いますし、状況に応じて、ですねえどのコースにするかというのを選んでいただければというふうに思います。全体のねえ流れです、あと残すは、そしたら、レジュメの11ページに戻りましょうか、終了講座のお話をしていきたいと思います。 修了講座、ちょっと見,見ましょう、十一ページ、えー、修了講座、えー、修了講座は収集生がすべての家庭において習得すべき技能および高等の専門的応用能力を習得したことを確認することを目的として、 記述の講座とそれから口述面接みたいな感じですね口述の講座により行うこととしていますと修了講座は全ての過程を習得したものに限り受けることができます。全ての過程っていうのは講義基本演習実地演習これを終えた人全部認定もらった人が受けることができます。 まず記述の交差ですけれども、えー、マークシート多子択一式と論文式の方法により行いますと、えー、多子択一式論文式のいずれの交差も協会の指定する同一日程において東京で集合形式により実施します。いい月のばばぐらい半ばか第3週目ぐららか第週目 まあこの辺りで設定されることが例年です。で、用意どんでね、2時間計ります。日程の詳細は別途終了講座申し込み受付開始の30日前までに公示すると。で、この記述の講座は口述の講座の実施日より前にします。だから記述をして、だいたその翌週とかに。 まあ1週間月火水木金ぐらいで期日の講座は基準それから領域事項について行いますとありますが先ほど言いましたように、えー、e ラーニングの講義の確認テスト、まあ、講義の内容と範囲は基本的にはかぶっています。 ので、えー、そのあたりの準備をししっかりりとしていく必要がありますで問題がね非常に、ね、難しくなっています正直僕が見てもよくわからん問題もポロポロとポロ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 ありますので、えー、ただね教会の方では解答をあの公開してくれ解答っていうかあの何番がバ×は公開してるんですけれどもほとんどが個数問題なんですね。 今はもう鑑定試験でもコス問題出さないじゃないですか2つとか3つとかあれってどどれが正しいかどうか分からないかかかうなですよねだけど解答の番号が2番とか3番とかで2番見ると2つとかね3つしか出てこないんで5つ選択肢あるけど本当に難しい選択肢場が多くてねどれが正しくてどれが間違ってるかっていうのも結局過去問を見てもなかなか分からないという状況では あるんですけれども、えー、非常にに問題が、ね、難しい傾向にはなって,ます,なってます。で、えー、正直うちの方でも残念ながら終了講座で不合格ということも出てきていますけれども、えー、合格理由あるんですね書いてくれますんであの口頭口述はいけてるんだけど記述で駄目、えー、でしたっていうケースがすごく最近目立ってきてますね。 で不合格になってから、翌年うちに申し込み来る人もいるんですけど、見してもらうと、やっぱり記述。の方が、あの、結構目立ってきてます。あの、口述が簡単っていうわけじゃないですそれはそれで難しいんだけど。どっちかというと記述が、昔はね、あの、全然問題なかったんだけど。最近そういう傾向。が出てきているので、本当の記述の対策っていうのはね。しっかりと。 うん、していいく必要があるのかなと思いますでさっきの,あ,の、まあ確認テストもそうだしあとねあのこういうテキスト申し込みをしたらねこれはまあちょっと前のやつですけど分、えー、厚いですよその講義テキストっていうのがあってこれで e ラーニング聞くんですね。でちょっと今いろいろ分析しててと付箋過去問で出てるところをね付箋貼ったりしてるんですけど結構このテキストからまんべんなくずっと出てるような感じです。 結構探すの大変だったんですけどなかなか見てると偏りとかあんまりなくていろんなところから出てるのでこのテキストを試験対策でしっかりと理解を進めるっていうのもねこの択一の対策としては非常に有効じゃないかなと思います。うん、でこののテテキスストトととかか確認テストの問題ぐらいいをしっかりとしっりていけば 半分ぐらいは解けるんじゃないかなってなんかそれぐらいですこれで8割いきますよだったらやりましょうってなるんだけど正直それだけでも半分ぐらいいくかなみたいなそれぐらいの難易度です,難易度ですあとは実務でその実務収集でいろいろと自分で調査したりとかしたこととかそういう経験値で回答するとかそういうのがいろいろ入ってきますんで。 まあその対策をねまずしていくようにしてください。で修了講座もう一つねあの論文式はね二問出てきます二問二問出てきますでまあもちろん二時間でマークシートとこの論文式二問を解くんですけれどもまあ解答用紙は一枚一枚です A4 一枚 A4 一枚ぐらいのボリュームですであのよく聞かれるのが やっぱ基準をもう一回覚え直す必要があるんですかっていうふうには言われるんですけれどもあくまでも実務的な内容を聞かれますし、えー、2枚の中であの、まあ、基準のことをつらつらと書いてるとまあ実務的なことを書けなくなっちゃいますんで、えー、そこまで神経質になる必要はないんですが去年の問題がねあの原価修正の定義について書きなさいみたいな問題が出て,たんです、ね、出てきたんですね。 だからちょっとせっかくせっかくっていうかまあね実務の試験なのに基準の暗記してますかみたいな問題が出されてっていうところはあったんですがあの分かりませんその傾向が続くのかどうか去年だけだったのかどうか分かりませんけど一応去年はそういうのが出てましたんでえ多少やっぱりその辺ねまあ現役で勉強してる人は有利に働くとは思います。頭に残ってるまあ,あの一時くとは別にそこまでねあの厳格でなくてもいいと思うんですけれども。 ある程度、えー、まあ重要なところが出ればね書けるようにしておく必要性は出てきたのかなというふうな感じもしています。でえっと二問出たうちの一問がそういうあのフリーの問題なんですね。どこから出されるかよくわからない問題が一問出ます。でもう一問は、えー、これはねあの試験のちょっと前にホームページで三類型公開されます。 えー、13類型のうちから3類型指定がされますね。で問題はどういう形かというとあなたがまあ1つ類型選ばれます例えば大規模各地をが出された場合はあなたが行った大規模各地の案件について以下の問いに答えなさいっていう感じで出てきますので自分はの物件はこうで。 こういうことをしましたとか、こういう調査をしましたとか、そういうことを書いていくような感じの問題になってくると思います。これがゃあの二問ね、不利益の問題と実際に行った案件の中から記載をするという二問になってきます。まあ難しい難しいばかり言ってもあれなんですけれども、あの対策をしないでね、あの何も対策をしないで試験場に行ってしまうと。 多分厳しいいと思いますだからあの受験生だというねもう認識を持った上でね準備を進めていくに越したことはないと思いますので十分ね準備をしてからいくようにしてください。でえー、っとね「口述の講座の方を言いましょう。もう一つは「口、えー、述の講座です、えー。これは先ほど言いましたように 月、火、水木金で大体いい午前中午後1午後2というふうにね 3, 3つの時間帯に分けてであなたは何時何時に来なさいというふうに指示が来ます。後日の交差は3人の終了交差審査委員,員を前に3対1で個室で行われます。講座の時間は分分分分から40分です25分かららです これですね提出した13類型のうち2位の1類型の鑑定評価報告書がその場で渡されますどれが出るかは分かりませんその場で渡されますで、えー、評価の詳細について質問がされます長いですよ25分から40分って結構長いですからね3人のベテランの鑑定士が前に座って自分の要箇所についてずーっと聞かれますから。 いろいろ聞かれますどんなことを聞かれるかというと現地の状況評価手法事例の詳細各種利回り市場分析の結果資産価格の調整の仕方いろいろ聞かれます本当にいろいろ聞かれますさっきの土壌汚染のこととか地下埋設物とかどうやって調査しましたかとかねどんな質問にも同日答えられるように報告書の作成段階で十分な調査と分析をしていくことが必要です また、口頭試問の直前期には、提出した報告書を読み返して、想定される質問についての答えを用意する。こういった事前準備もね、必要になってきます。これも本当に準備しないでいったら、もう即激沈ですね。即撃沈です。あの、やっぱり準備している中での争いになってくると思います。 でうちなんかも終了交差対策ということで口頭指問の練習をずっとね、えー、10月の提出終わってから11月12月1月と、えー、ありますのでその間何度も何度もね修習生とね練習をしてで時間測ってね時間測ってでここはこういうふうに答えたほうがいいよとさっきの答えだけど間違ってたよこういうことでっていうふうに説明をしてっていうのを終、まあ、了交差対策でしていきます。していきますで、えー そういう準備をすることなくいくとね、やっぱりなかなかね答えられないですね。例えば割引率と還元利回り、例えば三点一と三点三だけれども、じゃあなぜ三点一ですか、なぜ三点三ですか、なぜ零点二の差を設けたんですか。これを案件に照らして答えないといけないですね。賃料十年間の分析期間があって D.C.F で十年間ずっと横ばいです。え、本当に横ばいですか。 築年数たっているんじゃないですかだんだん賃料を取れなくなるんじゃないですかとか空室率何パーですどうして何パーなんですかどうして判断したんですか5%パーって書いててなぜ5%パーですか3パーじゃないんですか8パーじゃないんですかなぜ5%パーですか答えないといけないですね。それを鑑定評価は主観じゃないです鑑定評価は いかに客観性を評価書に付与するか、これが勝負なんですね。それが説明あの客観性のある評価書になってきますね。その時にいやま3%ぐらいかなっていうふうに言うと、それはあなたの主観でね判断しているものであって、全然客観性のない評価書で誰も納得しない。そうじゃなくて、例えばオフィスで5%の例えばマーケットレポートがあってね、このエリアではだいたい5%ぐらいです。 ただ対象は新築直後だし競争力高いから3%ぐらいで判断しましたあなるほどなっていうふうになるわけなんですよ。こういう説明を修了考座で説明をしていかに審査員をなるほどあよく調査してるよねっていうふうに思わせるかどうかの勝負なんですね。で聞かれてるのにいやなこう判断しましたとか、まあ、この本にこう書いてたんでそれを使いましたとか何も考えてないような答えをするとああ駄ですねっていうふうになっちゃいます。 でまあ、ある意味訓練的な部分もありますけど実際の評価でもやっぱお客さんに説明するときにはやっぱそうなんですねで。なるほどというふうに言わせられるかどうかですね、まあ、難しい質問もありますんであすいません勉強不足ですとすっと引き下がることも一つの、まあ、テクニックというとあれですけれども必要です。一番ダメな落ちるパターンは何かというと審査員と議論を始める場合ですねたまに言いますね で僕らも収集戦それだけは絶対するなともうすぐ引き下がれとかぶして質問してくることがありますちょっと口調も変わりますねそういう時はねもうそれを察知してあ「すいません」と「勉強不足です」というように下がらんといかんのにこっちも無期になっていやこういうことして現地で調査したからこうなんですよみたいなことを言い出すともうそれでピッてふた開けで見たら不合格ですよねでそういうことにならないようにそれもある意味練習も必要になってきますでもう一つ攻略ですけど 25分から40分っていう時間を設けられてますで、えー、その間に審査員は質問する項目をどうも準備しています準備していますでそれをその時間内に聞いて、ね、きちんと答えたかっていうのを審査しないといけないんですねなのにダラダラダララとしゃべったりとか違うことをしゃべったりされると向こうも時間内でやらないといけないっていうのがあるんでイライラしてきたりしてじゃあもう次の質問いきますというふうになってしまいますので 練習の仕方としては端的に聞かれることに対して端的に答えてこうキャッチボールをするような感じであそうだよねそうだよねっていう感じで質問がどんどん進んでいって合格する人は20分で出てきますで。でなかなか合格難しかった人はやっぱり長かったりする傾向はあります。これはもう毎年の傾向ですね であの4人1、えー、ごめんなさいえー、っとね、えー、4人ずつ入ります ABCD の4つの部屋があってで4人ずつ同時に入りますで20分から40分ねあ25分から40分それぞれ質問されてそれぞれ質問して同時に入って、えー、まあ出てくる順番があるんですけど自分は何番前に出てきたかなとかっていうのを結構ね気にしたりして早い人はねあの問題なかったりすることもあるんですけど。 あんまりひどいとねあのその場で説教される場合もありますのででもそ,のそういう場合はあ残念ながら不合格だなっていうね自覚もしたりしますけれどもあのまあそういうことにならないようにねあの事前にねあの本当に準備でうちも全員もう一回現地行かせます2ヶ月半の終わってから2ヶ月半のうちにもう一回現地行ってもう一回見てこいというふうにしてでもう一回現地見に行ってで 対象不動産前から見るだけじゃなくてまあ見れる場合はね裏側もちゃんと見てねいろいろ聞かれますんで郵便受けどこにありましたか非常階段ありましたかどの辺ですかとかね駐車場何台ありましたかとかいろいろ聞かれますんでねだからもう一回見に行って答えれるように準備をするというふうなことをしていきまますすこここれれれが口述になりりねこれははでで結構ねあの大変ではあります。 でえっとレジュメに行きましょう。合否の判定ですけれども、まあこの二つの交差の結果を総合してね、合否が判定されていきます。で合格すればオッケーですね。三月に合格すればそれでオッケー。発表があります。でえっと不合格の場合なんです。これちょっと特徴があるのでよく聞いてください。修了交差の再受験というふうに書いてますけれども。 修了考査の結果が不合格だった場合、再考査を受験することが可能です。が、再考査には二つのパターンがあります。まずね、再受験の位置っていうふうに見てもらえますから。一番の方を見てください、えー。口述の考査および論文の考査において、修了考査委員会が一定の水準に達すると認められたものは。 終了考査の結果発表後2ヶ月以内に実施する講述の講座を受験することができます、S、これ再受験ですから不合格の通知がまず届いている場合が前提です合格の場合は即合格でもオッケーですよ不合格なんだけれども再受験していいですよつまりこれに敗者復活なんです でえっとね、3月に合格発表があって、まあ、不合格だけど結構君惜しいよっていう場合は5月にもう一回口述の試験だけやってくれるんですで敗者復活戦に臨めてその時口述でうまく答えられた場合はこれでちょっと遅れるけど合格です合格になります。 2か月以内に実施するっていうのは要はだいたい5月ぐらいに実施するっていうことです。で記述の考査の再受験は不要ですこの場合口述だけでいいです。まあ変なんですけどね記述で落ちてるっていう人ももう一回記述じゃなくて今度口述を受けたら受からしてくれるちょっとよくわからん仕組みなんですけどまあこういう仕組みです。じゃなちょっと遅れるけど合格できるパターンただこれにも不合格の場合があります。それは翌年です。 翌年っていうのは次の終了講座に向けてもう一回再履修です。これね六件の累計が決まっていますので、もう一回報告書をね6件分出して提出して審査を受けるということが必要です。でもう一回終了講座を翌年受けるっていうふうになっていきます。これが一つの再受験ですね。でもう一つがえっ、ー、と次のページ12ページの再受験2っていう方ですね。 これはねもう一発アウトもう君全然ダメっていう場合です口実の考察論文の考察の各考察のいずれにおいて修了考察委員会が一定の水準に達しないと判定されたものこれは再履修もうこれ一発アウトですから敗者復活ないパターンです一番ダメなやつです三月の時に不合格でもう今年はダメっていう場合ね この場合は再履修が必要で、えー、こっちはね7件ですもう3月に不合格確定しますんで一類型多いですね7件の再履修をして、えー、それを受けてから翌年または翌々年の終了交差をもう一回受け直すというふうになります、うん、からちょっとねあのイレギュラーな感じではあります 合合格格か不合格じゃないんですねまず合格は合格不合格の場合は2パターンあると即アウトのパターンと再受験リベンジが認められる再受験、えー、と不合格の場合がありますんでただ両方ともあの、えー、一発不合格の場合には3月に確定しますんで7類型をしてくださいと。で3月に不合格だけど再チャレンジ OK ですよっていう人は もう一回5月に受けてそれでもだめだった場合は6類計をしてまた翌年を受けるとこんな感じになってきますはいえっ、ー、と12ページ見ましょうあまり見たくない数字が出てくるかもしれません、えー、修了講座の受験者数と合格者数合格率これが、えー、実際の結果ですね 1> 第回回から11回と試験制度は変わってまあ1回目から11回目の合格率見てほしいんですけど、ね、例えば第3回の終了考査なんて合格率93.8%ですわ。だから落とす試験じゃないんですね全然最初の頃。それがずっと右にスライドしていってもらうとまあ80%台になって できています。で、12回以降は試験制度が変わりました。えっ、ー、と1番下の横の行を見てください。総合の合格率です。12回が81.6。13回89.5。14回88.3。ここまでは良かったんだけど、15回で7。9.5。 前回十六回が七十二点七というところまで合格率が落ちてきてます。難化傾向ですね。難しくなってます。九割だったらまあまあ落とす試験じゃないっていう感覚ですけど、ここまで七割の合格率になってくると、まあ十人中三人はね不合格という結果になっていきますので、まあ普通にやってたら通る試験というふうにはなってきてない。 っていうのが実感ですね。で、えっと一番見の16回のところだけ、ちょっと上のラインで見てください。まあ、新制度の方だけですけど、見方は言いますね。154人最初受けて93人が合格です。で、3月の合否の判定は60.4%ですよ。つまり 6割の人には合格通知が届くけれども、4割の人には不合格通知が届いているということなんですね。ただこの4割の不合格の中には、先ほど言いましたけれども2種類の不合格があると。即アウトの人と5月にもう一回口述だけ敗者復活できる人が含まれていますね。じゃあそこの残りの40%ぐらいの人が28人受けました。えー、リベンジで19名合格。 そのリベンジの合格率は六十七点九パーセントです。トータルで百五十四人でスタートして結果百十二人の合格で七十二点七パーセントという最終の合格率とこういう流れです。でやっぱり一番最初にね一発合格したいというかまあ当然ですよねそこをまあ当然狙うし。 我々もそれをサポートしていくわけですけどやっぱりこの60.4%っていう合格率はまあ去年も59.8なんですけどねなかなか厳しい数字になってきてるなっていうまあある意味翌年にその人たちをもう1回受けますからちょっと増えていってしまうんじゃないですかこれどうすんのかなっていうふうに思う部分もあるんですけれどもまあ現実がこの数字になりますのでえっとまあ何度も言いますけど。 記述、口述ともに、ねあのー、丸腰で言っちゃダメです、ね、準備をして試験対策をして望、ね、むようにしてください。はい、で、えー、と最,後に最後になります、えー、実地演習は実地演習で先ほど冒頭でやりましたね、あのー、鑑定士協会,鑑定協会には実務収集の申し込みをするけれども ここで実地演習を受けます指導官定首は誰ですっていうのを出さないといけないんですけれどもこれ別に国から振り分けられるわけでも何でもないんで自分でね連絡を取りに行ってで連絡をして申し込みをして指導をしてもらえませんかっていうことでお願いをしてでいいですよってなれば指導を受けれるというふうになります。で就職をする人はこの間に就職も決めないといけないということでかなりタイトな時間で。 いいいいいろいろととしないといけななけ期間ににってきますので事前にね何度も言いますけど準備はしておくようにしてください。でじゃあ実地演習実施期間どこに申し込みをすれば受け付けてもらえるのかっていうのはこれは教会のホームページを見てください。えっとここにねあのリンクを貼ってますけれどもまあ教会のホームページからも入れますんで教会のホームページに入っていただいて実地演習実施期間 PDF で見れますんであの、まあ、一応サンプル内側が載ってるところだけ載せましたけれども載せてますで一番右のところにね「あの第18回実務収支の受け入れ予定」ってありますけれども「あり」っていうふうになってるところでないと受け入れはしてくれませんのでこの「あり」っていうふうになってるところに連絡を取っていくという感じになりますただあの受け入れの人数ぶわーっと書いてるけれどもこれねあの 業者が登録をすればここに勝手に人数が乗るだけでうちみたいにその外部の受け入れを積極的にやってますけれども他の業者さんってほとんどそういうわけじゃなくてこれで登録をしとかないと自分のところに社員で合格したものとか合格してから社員になった人が実務収集を入るためには業者登録しとかないといけないんですね事前に。なのでこうやって数字が乗ってるんですけど外部の受け入れをしてくれるところがありってなってるとか。 人数が変えているわけでは全然ありません正直ほとんどのところがしません外部の受け入れはほととんどのところはしませんので多分電話をかけていったとしても受け入れしてませんというふうに断られるということが多いです。で、えー、と実地演習実施鑑定業者はここで見れます。あと大学は明海大学さんが受け入れをしてますのでこれ大学のホームページに詳細が載ってますのでまたこれはね確認していただくといいと思います。 えっと、それで最後14ページで、まあ、選択するときにです、ね、どういう選択があるのかというところです先ほどまあ就職の話もちょっと出ましたけれども、うんえー、丸の一番例えば鑑定業者に勤務して職員で勤務してその業者で実治研を受ける場合ですね この場合は業者の社員やアルバイトとして勤務することになるので給料を,給与を受け取りながら実地演習をしていくことになるとでその料金負担は業者によってさまざまですそれは必ず面接,を面接をする時とかに確認をしてください協、えっと、会への支払いは業者が負担して指導料はもう無料でいいですよと職員だからとかあるいは協会への支払いは収集制負担してくださいと指導料は無料でやってあげましょうとか。 あるいは教会への支払いは収集制負担で指導料は、まあ、半額は払ってもらえますよとか業者によっては就職した場合でもこういう場合もあったりすると思いますのでいいろいろですでこれから就職活動する場合は今年から実務収集に入らせてもらえる場合もありますが1年から2年間実務積んでから実務収集に入るという会社の方針ねそういうケースもありますので。 まあとでトラブルにならないようにね面接の段階でしっかりと確認するとえまあ希望の業者についてその情報をね収集するようにしてください。また指導料を無料としている場合などでは実務収集を終了して鑑定士となった後も数年間の期間を設定してえ退職まあできない約束まあ無料で見てあげるわけですから。 で鑑定士になってすぐ辞めますっていうんじゃそれは困りますよと、えー、そういうケースもありますので、まあ、就職後にトラブルならないように事前に、ね、確認をするようにしてください。これ就職する場合ですね。で、えー、と丸の2番は弊社のような場合です。業者に勤務しないで、まあ、異業種の方とかあるいは主婦の方とか学生の方とかそういう方が多いです。 実地演習の受け入れをしている業者または大学で実地演習を受ける場合ですね受け入れしているところにする場合ま異業種で勤務している人主婦の方学生などが該当しますね鑑定業者に勤務しているんですけど指導鑑定士がいない場合もありますこれね、5年以上の経験がないと指導鑑定士できないっていうルールがあって指導鑑定士がいない場合もあるんですね あるいは最近うちはこれが増えてます鑑定業者に勤務しているんですけど実地演習は外部で受けてくれともうちょっと指導は大変だからできないんで,で、まあ、大島先生のところ行きなさいとかいうことで申し込みをする会社から紹介されてねそういうケースもすごい増えてます最近そういう場合も該当しますねこの場合はね雇用関係がありませんので収集生が料金の負担をすることにはなってきます でその額は業者、大学によって異なりますのでそれぞれ、ねえー、希望するところに問い合わせをしていただくというのがいいいと思います、まあ、あの修了講座の話もしましたけれども、まあ、それ以前に、ね、13類型を提出して審査を受けて認定をもらわないといけないですね。だからきちんんととしたものを出さないといけないいいけけですけど あのまあ指導をねきちんとするところであればいいんですけれども時々やっぱりねトラブルになったりしてうちに泣いてくる場合もあるんだけれどもあのまあ昔の感覚っていうと怒られるけれども「いいよいいよ」と「ハンコ押してあげるから」で収集してあげるとただ「見ないけどもう自分でやってね」と「ハンコだけ押してあげる」みたいな先生もやっぱりいまだに特に地方っていうと怒られるけどいらっしゃるんですね。その場合は まあまあほぼ難しいですよね経験のない収集生が自分で題材を選んで自分で書いて自分で提出して、まあ、審査通らないですまずねで通ったとしても修了考査乗り越えられずやっぱ修了考査1回2回落っこちしてしまってでうちに来るっていうケースはこれはもう毎年後を絶たないですなので、えー、きちんとね見てくれるかどうかっていうのはねあの非常に重要ですから それは、ね、あの指導期間を決めるときに、ね、ぜひ検討を、ね、しっかりとしてください。はいえー、ともう時間になりましたのであと、ね、うちの紹介とかいろいろ書いてますがまた暇つぶしというか仮の電車でも見てくださいいろいろとあのフォロー体制とかしてます、えー、今年も実務収集生が、まあ、不合格になって外部から来たりうちでも不合格になったりとかして。あの ぐらいかな50人弱ぐらい今在籍してます全体で100修了講座を受けてるのが154人ぐらいですよねだから全体の3分の1ぐらいはうちの出生生が修了講座を受けてるぐらいで,でなってますのであの、まあ、あの読んでいただいたら分かると思うんですけれどもあの完全にフォローしていきますので、えー、よかったらあの検討もしていただければというふうに思います はいえー、とそしたら時間にちょうどなりましたので、えー、私の講義は以上で終わり、あそうだ、ごめんなさい、1点だけ、あのね、えーと、教会のホームページに載ってるんですけれども、今年から1つだけ大きく大きく変わるというか変わることがあって、あの遠隔地、あ今日は東京の方が多いと思うんですけれども、地方の方ですけど、あのリモートですね、コロナの間はリモートで、特例でコロナ期間中、リモートできてたんですけれども、えー、とコロナが終わってからも、 遠方の人はリモート指導です、ね、が認められるような内容のものがホームページに出ています今年からどうやら認められるみたいなんであので地方の方でなかなか東京や大阪あの地元で、ね、指導してくれる先生がいないという場合も多いですからそういう場合はリモートで対応ということも可能ですから、まあ、一度検討してもらってもいいと思います。あの遠方の方のはね、はい えすいません、ちょっとオーバーしましたけれども、そしたら以上で講義は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。